熱い。こんばんは。なんか背景可愛くなってる。クリスマスやんけ。嬉しい。埼玉のいたメリー。誰くりおいた。ありがとう、かわいい。待って、かわいい。今回そんなゴージャスな感じ？口並べしてます。今ゴールデンブッタイムだからぶん回してる。ぶん回し膨らましと当たるね。ありがとうございます。プレゼントありがとう。今日からクリスマスギフト集めようと。おいたん靴下ありがとう。靴下サンタが来るってこと。サンタ公園楽しかった。近すぎた。エディオン最高だよな。JR のダイヤ改正見てました。J ダイヤ改正するの。てかさ、なんか最近気づいたことがある。いろいろ。ブッシュドノエル、おいたん10個ありがとう。ブッシュドノエル合ってる？いろんなギフトあるんだ。テンション上がる。なんか新幹線を Google で調べたら何駅から何駅までバーって出るじゃないですか。あれに乗ろうと思って選んでもない時があって。おいたんプレゼント10個ありがとう。そうない時があって、なんでだろうと思ってのぞみ何号って調べたら何月何日っていうなんかその限定列車があるんだね。今日それに引っかかったわ。岡山徳島の直通の渦潮がなくなる。そうなん。1日2本しかなかったやつ、あの超たまに使いよったけどね。もうそんななくなってもダメージはないかな。だって福島と直通のやつ時間が限られすぎて今まではそんな使ってない。いつも乗り換えてました。当たったらラッキーみたいな感じ。馬之助頑張った、ありがとう。頑張ったよー。5連勝した、すごっ。疲れんかも。馬之助めっちゃ可愛い、ありがとう。一番可愛いよね。3連勝すらできない。え、マジで、あの、これはもう運だから。配られたカードの運だから。ブッシュドノエルありがとうございます。ブッシュドノエル大好き。子供の時からブッシュドノエルが大好きだ。可愛いです。だよね。一番可愛いよね。そうだよね。カイちゃんしか見えないんで決まってら。1月7日行きたい。ショーケース？おいでー。おいでおいで。申し込みな、とりあえず。まあ当日券は出ないと思うから。福ちゃん最高、何連勝ですか？5連勝が最高ですね。
七並び今までに3万回ぐらいやってるけど、5連勝が最高やな。5時半開始はさすがに間に合わなかった。いや平日の5時半はきついね。生誕だから今日はなんか無理してこようってなった人も多かったと思うけど、生誕じゃなかったら平日5時半はまあまあしんどい気がするね。結構後から来てる人いたもん。てかさ、エリオンの立ち見なくなったんだね。エリオンってさ、立ち見が優勝してたじゃん基本。エリオンの立ち見ってめっちゃ当たりだったでしょ。でもいつの間にか立ち見なくなってた。だから昔はもっともうちょっとねお客さん入れたと思うんだけど、もう立ち見なくしたからそんなに人いなかったね。そうそう、立ち見やめたんだね。そう、だから基本立ち見ってあんまりだと思うんですけど、あのエディオンに関しては立ち見が一番美味しいっていう目線的にだったので、エディオンに関してはね立ち見が良かったなって人も多かったんじゃないかなって思います。レスもらいやすかったよね、エディオンの立ち見はきっと。座席の前後に余裕がなさすぎた椅子にしたんだね、全部爪爪で。こんばんは。最高列の椅子壁際だったそうなんだね。今日のラテの話題が面白かったね。いやびっくりした、なんで今日のラテの話になったんだろう。パスリの生誕祭で本当に意味が分からなくて、いいよいいよもう私に振らないでって思った。もうパスリで話をしてくださいって焦った。全然なんか自分の絵に来ると思ってなかったから、あんまり最後までよく分かんなかった。あれ何だったんだろう打ち合わせにない様子がよく分かりました。そう、想定外の話題が来てびっくりした。早く福ちゃんに会いたくて寝れない。寝てるだろ大ちゃんのことね、大好きな人が大好きだからね、いっぱい愛をください。皆さん愛をくれたら出れるよ、出れを見れますよ。そう、これは意外と知られてないんですけど、
ただ出れるのが下手みたいで、なんかこの前ファンの人になんかあのお話し会で、でも福ちゃんってさレス下手じゃんでもさみたいな感じで普通に会話の中で普通のバーって会話してて、え、でもさ、福ちゃんってレス下手じゃん。でもさ、なんとかなんとかなんとかでさ、なんとかなんとかなんとかでさ、なんとかなんとかなんとかだよねって普通に喋られて、私、なんかレスが下手じゃんってさらって言われたのが、びっくりしすぎて、そっからの話全部何も覚えてなかった。えって言って、何も覚えてないってことがあって、でも、私それで、自分のことを振り返ってみたの、この8年間を。私は、レスが下手です違う、レスが下手なんじゃなくて、なんかレスを他の推しの人、他のねメンバーは多分自分のファンの人、私は自分のファンの人レスしてるつもりなんですけど、プラス私は100人お客さんがいたら100人全員を1回見ようとするからこそ、多分なんかそのなんていうの、なんかそれが良くないのかもと思って。わかる？私まんべんなく見てるじゃないですか。これライブ昔から来てくれてるならわかると思うんですけど、まんべんなく見ようとしすぎてるがゆえの、レス下手じゃない、福ちゃんってレス下手じゃんになっちゃったのかなみたいな。推しの人が見逃してんのかなみたいな。でも私は見逃してるつもりないんだけどね。そう。だから今日それを言われてから初めての公演だったんですよ。だから、すごいドキドキしながらやったんですけど、あの私はみんなから見たらレスが下手なのかもしれないよ。私8年間気づいてなかったけど、だけどみんなのこと見てからよろしく。その証拠にお話し会に来た時に、あのこの前ペンライト間違えてたよねって言いますから、間違えてたらみんながうっかりね、あのあれ手が当たるとさ、振ってる間に手が当たったりしてさ、緑以外の色になっちゃったりするじゃないですか、ペンライトって。間違えてても必死で私の顔を見てくれてるから、みんなね気づいてないんですよ、緑以外になっちゃってることに。そう、わかる？だからそういうのはちゃんと指摘するようにしてる、間違えてるよって。気づいてないことが多いと思うから、そんなちゃんと見てるんだよ、しっかり。結構ね、結構見てます。いやでもね、本当にあの私は福田推しさんのことが大好きだし、本当にね頑張ってるつもりなんですよ、一応。だからちょっとあの見捨てないでほしい。すごい意識しながら講演した、それを。今日もう、今日は本当に分かりづらくて、パセリも緑白だし、かなうちゃんなんて緑とエメラルドグリーンなんですよ。私緑じゃないですか。いやもう分かりづらいってってなっちゃったんですけど、とりあえずね、あの緑系を持ってる人全員にレスを頑張ってみました。ピンポイントレスを。でも緑を持ってそうな、持ってると思って見てなんか間違えてるよって目でいっぱい訴えた人もいたんだけど、間違えてるよ、何回もやったりもしたけど、そういうこともありつつ、今日は勉強になった一日でございました。アイドル8年やってても学びがまだあるっていいことだよね。でもね、ほんとみんなね、赤井ちゃんからレス来たかなと、あれレスだったかな、あれ俺の絵のレスだったかなって思うやつは全部おめえのレスだ。だからニヤニヤして受け取ってほしいと思ってます。よろしく。愛してるぜ福田推しさんよ、ほんまに大好きだから、よろしくね。レスってあるんですね、こじらせオタク。うん、不器用なやつめっていう可愛がる目で見てもらえればいいかなって思います。はあ、うちのあかりは不器用なんだから、もうやれやれ、俺が面倒見てやっけどよっていう感じで大丈夫です。はい、
育ててやってください。頼んだよ、みんなにかかってるからね。来年も花垂れ公演あるんかな。いや、あるやろ、さすがに。東京劇場申し込んだ。嬉しい、楽しみ、ありがとうございます。バースト、マジでバーストした。今日もかわいいね。あ、なんかあった出勤、出勤出勤出勤。新公演どこ行った。いや、マジで一回ファンの人怒った方がいいよ。いや、怒ってるか、十分。秋にしますって言ってさ、新公演秋にしますってさ、ティフであんな大発表しといてさ、秋にできない、できてないじゃん。できてないのはもう100歩譲っていいとしてさ、できませんでしたごめんなさいぐらいつぶやけよな、公式が。とは思うよ、私は。大人として。だって私たちは、ファンの方に、ね、大切な時間と、皆さんの頑張って働いて、得たお給料を使ってもらって、ライブをさし、あの、来てもらっているのに、そんなさ、誠意ないことしていいの。私は大人としてダメだと思う。だから私は、公演ができてないことに怒ってるんじゃなくて、もうそれはもう100歩譲っていいから、ね、いつかやってくれれば。だから、秋って言っちゃったんだったら、できなかったことに対して一言言えよとは思ってます。はい。でもそれは勝手に私が発信していいことじゃないじゃないですか。だからもう、悲しいです。そこだけね。でも、運営さんが頑張ってそのクリスマスコンサートやったり、忘年会やったりカウントダウンやったりっていろいろ企画頑張ってくれてるのはすげえわかるんだけど、一回できなくてもいいから秋ダメでしたすいませんは言おうって思ってます。てかメンバーみんな思ってます多分。山猫坊主メリークリスマス、メリーいいクリスマスにしようね。え、別に私も花垂公園好きだし、 STU の曲がねすごいいい曲だからね、あの花垂公園、あ、またバーストした、ピエン大好きなんだけどね。いや、終わってほしくないよ普通に。だけどね、新公演やるって一回言っちゃったんだからねとは思ってるよ。山猫ボーイズ、ブシドノエルありがとう、ブシドノエルありがとう。ケーキ食べたくなっちゃった、ケーキケーキ。ケーキ食べたい、ケーキ買おう。クリスマス、毎年クリスマスさ、私あのコンビニでケーキ夜中買ってなんかショールームで食べてるような気がする。
一回ねコンビニケーキすら買えなくて、コンビニでミルクレープかなんかバームクーヘンかなんか買って、それにポッキーを刺してケーキにしたことがあったんですよ。めっちゃ悲しいんですけど、それが本当に美味しくなくて、私ケーキぐらい買えるようになろうって思ったのをすげえ覚えてる。それ二十歳の時ぐらいあれ本当に美味しくなかったな。ケーキはちゃんとケーキを食べたいね。今年はケーキを食べたい。名古屋に来てピオリン買った。かわいい。新幹線で名古屋たまにねピオリン買って乗り込んでくる人いるよ。で開けてはーってなってる人いる。ピオリンチャレンジたまにそれ目撃しますね。ほっこりします。ピオリン美味しいよね普通に。てかマジでおーちゃんが卒業するまでね SKE の公演見に行かないと。ジャンボピオリンなんてあるんだ。この人ずっと積んだ餅を押してる。かわいそう。積んでるんだ。もうパス残ってないよ。頑張れ。積んだ餅おもろい。あーバーストしてる。頑張れ積んだ餅。頑張れ。おー出せたじゃん積んだ餅。出してほしいそうって言ってる。かわいい。頑張れ積んだ餅。パスしてみよう。いけ。あーずんだ餅バーストした。かわいそう。ずんだもん、ずんだもんなのだ。ずんだもんなんだ。ずんだもんなのだ。1位取った。やっと。ギフトありがとう。プレゼントボックス。今回のキャンペーンも60万ポイントでコスメセットだね。狙います。悪いけど頑張るぞ。ほほほ。もし雪ありがとう。そうだ雪集めなきゃいけないんだっけ。雪は雪で別。エルサってこと。レディーゴー、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 レディーゴー。タレンコン。あー一番上出してほしいな。お願いします。一番上出してください。あー一番上出してください。お願いします。
お願いします。ありがとう、あなた、あなた一番上出してくれたじゃん。ナイス、シャー1、嬉しい、やったやった。あと1回ま、あと1回回そう。今年のクリスマスはマライア歌わないの。クリスマス始まっちゃうよ、私のマライアキャリーが始まったら。待って、タイミングがあるから。マライアタイミング、まだ今年街でマライアキャリー聞いてないけど、マライアタイミングは絶対来るから楽しみにしててほしい。そんな、あのね、毎日歌わないからね。いや、歌うけど、歌ってたけど、マライアのタイミング来るからちゃんと待ってて。今年まだ街で聞いてないな。てか私が多分クリスマスっぽいところに行ってないだけなんだろうけど。ピエン。ピエン。え、街でもう流れてる？マライア。嘘でしょ。私聞いてないぞ。ピエン。みんながクリスマスっぽいことしてるってこと。私はね、お話し会ではずっと STA の曲流れてたじゃないですか。私のクリスマスはあれだったから。ちょっとまだマライア聞いてないです。マライアキャリーにローソンであった。何があるんだろう、ローソンで。エドチキとか。何があるんだ。ハワイでかかってた。ハワイで？ハワイ行ったの。すごいね。あー、バーストした。あー、10時になってる。ゴールデンベッドタイム、お疲れ様でした。おいたん、クリスマス靴下ありがとう。はい、皆さん、今日からクリスマスキャンペーンがね、26日までやってるんですけども、あのクリスマス系のコスメじゃない、ギフトを集めたら、ごめんね、もうコスメに気持ちがいっちゃってた。クリスマス系のギフトを集めたら、あの私がコスメもらえるんです。なんで無理のない範囲でコスメ集めに協力してください。みけちゃん、武士の前で5個ありがとう。はい、よろしくお願いします。みけちゃん、猫靴下、あ、待って、これ猫出てくるじゃん。猫靴下ありがとう。みけちゃん、メリークリスマス、ありがとうございます。嬉しい、なんかいろいろ皆さん送ってくれてて嬉しいでございます。なんでね、もうクリスマス付近でコスプレ、サンタコスなんてしておうかなって思ってますよ、私は。一緒前に、なのでご協力よろしく。あ、山猫マーツ、にゃん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 すけ10個ありがとう。にゃんすけって呼ぼ、それのこと。
もう今月もよろしくお願いします。にゃん、お疲れんこん。お疲れ様です。にゃんにゃんにゃん、フレンチネイルが可愛かった。これこれもう明日変えちゃうよ。ラスト今日ガオ、クリスマス終わったから、終わってないけどお話し会が終わったからもう年末仕様にします。ガオ、雪が降ってる。世界で一番素敵なクリスマスイブをありがとう。目黒の工事、メリーメリークリスマス、ありがとう。目黒、昔なんか友達が目黒川美和のって曲めっちゃ歌いよったな。美和のあの曲が好き。キラキラあなたが眩しくて、いつから恋が始まったの。私私のまま駆け抜けてゆく。美和世代、西野カナ美和、あ、ユイ西野カナ美和世代、ユイ西野カナ美和、あと誰だろう、イーガールズとか。でもイーガールズはヒット曲しか知らないな。まあ、ユイ美和西野カナ、なんだろう、そんな感じです。私の世代は美和明宏じゃない、美和、あのドラえもんの主題歌とか歌ってる人。私は福田あかり世代、いい世代だな。浜崎あゆみとか通ってないね。私の時代はギャルはいなかった。もうあや
やかも通ってないな。最前列から中井ちゃんムチ綺麗なお姉さんでした。制服の時の靴下がみんなより短いのが良かった。うわすごい見るとこがあのマニアックでいい。あいみょんは、いや世代なのかもしれないけどそんなにかな。あ、生き物係とかめっちゃ聞いてましたよ。あ、スーパーフライも聞いてた聞いてた聞いてた。カラオケで友達が歌うのは生き物係多かったね。生き物係とか、こんな感じかな。生き物係優位が多かったかな。あ、少女時代ね。お呼びですか。愛愛は合唱コンクールだな。合唱コンクールだな。あ、キャリーめっちゃ世代。キャリーキャリー世代すぎる。キャリーちゃん、キャリーちゃん世代だわ。大塚愛はね小学生だね。マライアキャリーでんじゃん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 。ちょっと待って、これ聞かないと分かんない。もう覚えてないよ、1年前だから。マライアキャリー聞かないと分かんない。もうクリスマス私の中でまだ始まってない。イヤホンがないぞ。ちょっと待って、マライアキャリーを聞かないとね。いいの？俺たちのクリスマス始まっちゃうけど。みんなじゃあ始めよう、俺たちのクリスマス。俺たちのクリスマス始めよう。これカラオケ配信のためのあれじゃなくても、ここでマライア・キャリーを聴きながら歌うから。本気で歌う時のやつだから。人が、じゃあ俺たちのクリスマススタートね、今日から。わかった？ YouTube ミュージック、これマライア・キャリー。え、1150万人も登録者いる。 All I want for Christmas is you、21億回再生されてますけど。 All I want for Christmas is you、 マライアカリーいきますよ。あ、バックナンバー来た。ドゥルルルルー、あー、ロンクリスマス、ドゥルル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 I don't care for the Christmas tree. I don't care for the Christmas tree. No, 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 no,
ら、ああ、うん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 、ここわからん、ここわからん、ここわからんのよ、ごめん、ここもわからん。さあ、わからん、ここも。I don't want to wait for Christmas. The usual secret is the one.ぬんたんたすとぅぱたるさとぅたりぃ It's you Say baby All you have for Christmas You baby All you have for Christmas It's you babyえ、去年より上手くなってる？本当に？結構ミス、間違えたけど。埼玉の言った、マリークリスマス！はじめだよ、ミラボありがとう。カーズプレゼント10個ありがとう。え、結構上達してる？やっとクリスマス来た感じする？みんなのクリスマスがやってきた？冬が来たよね。結構できてる。よかった。まあ、結構ね、1年経って成長したとこ見せれた。去年のこれに釣られて福ちゃん沼にどっぷり。そんな人いるの？ウケる。スイとか長渕さんかよって、あのなんか富士山麓のコンサートのやつ、せい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 のやつ。英語の部分ちょっと難しいよね。今年も上達していくから、これからよろしく。今年初めて私のマライア・キャリー聞いた人は、なんか結構今年はうまく歌っちゃったから、あんまあのなんかわかんないかもしれないんですけど、空耳です。全部歌詞見ながら歌ってるから結構まあずるいっちゃずるいけど、こんな感じ。俺たちのクリスマスはこうだから。でも私これ街で流れ出したら、あの誰と一緒に歩いてたとしてもわーって言ってるからね。よくびっくりされます。マネージャーとかスタッフとかでも関係ないです。本物のマライアを聞いても福ちゃんを思い出すな。やばいよ、これからの一生でマライア・キャリー何百回聞くと思ってんの？だいぶやばい、それは。
クリスマスの曲歌おう。これからスーパーでよく聞くから思い出し笑いして困る。夜充電あんのか。あ、充電あるじゃん。じゃあマライアで歌唱力って出てほしい。歌唱力決定戦クラッシャーになっちゃう。カラオケ歌おう。え、クリスマス、なんだろう、クリスマスの曲。これかな、やっぱ。
と、なるせ！メリークリスマス。ありがとう。みんなプレゼント。ゆき、ありがとう。やばい、12月の後半って感じがしてきたよ。とっても。カチ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 。あとはこれかな。たちのメリークリス
盛大に音が入ってきますね、あくびの。ちょっと感動した。ロマンティックだった、うん、嬉しい。 AKB クリスマス曲で調べよう。 AKB クリスマスソング、とっておきクリスマス、わかんないわ。あ、クリスマスがいっぱいも入ってない。まあ、そんな感じかな。あらがるよ。私のお気に入りのあれが、みんなもこれが聞きたかったでしょ。どの
売されますって言ってこの日が来たらめっちゃ歓喜だわね。最高、最高の冬曲。テンションが高い冬曲ってめっちゃいいと思う。坂上名古屋プレゼント10個ありがとう。セブンたくさんのにゃんすけとプレゼントありがとう。にゃん、うん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 。うん。今度の STU のカップリングに入る曲、真冬のプールっていう曲があるんですけど、それを歌わせていただいてるんですけど、それもねすごいいい感じですよ。鬼ごっこっていう曲と真冬のプールっていう曲に参加させてもらいます。楽しみにしていて。結構今までにない感じな気がする、真冬のプール。Thank you.
いてるだろう。僕はもっと僕らしく何も縛られず自由でいられたのか。誰にだって何だって言えるよな。飾ることのない T シャツでいたいな。髪切りを頭を落としていたら遮断機が降りてきて、これ以上君に近づけそうにないんだ。そこに乗り何も気づかない、君のままで風に乗ってきっと聞こえるだろう。青い車両に遮られたって、僕の言葉も届けないよ。いつだって君が好きだ。はい、にゃんすけさん、ありがとう。にゃんすけさん、なんかクマ持ってない？かわいすぎない？でかくなっちゃった。ありがとうわおいたみなぼあーとありがとう、こちらこそ嬉しい、ありがとう。そのタワーにゃんすけさんがクマ持ってるからすごいんだからね。
ごいよな。わ、寒がりサンタ4位になった。さっき20位だったの。すごーい。ありがとう。冬は何の気分なんだよ。ごめん、冬全然関係ないけど、久しぶりにエモくなっていい？勝手に。
鉄欲しい。めっちゃいい曲。あー、 2.5 期、もう全員あの辞めてほしくないし、辞めるなら一緒のタイミングでせーのって辞めてほしい。もう本当にこれがかける、この曲を誰かかけるときに歌うのが今から心苦しいから、本当に絶対全員辞めないでって思ってます。本当にいい曲。リレの木見たことある？ない。リレの木画像検索しよう。どんな木やろ。リレの木、あ、日立？日立ですか？多分なんかその辺に生えてそうな。日立の木とは違うか。プレゼントありがとう。みんな、寒くて震えてるのですか？違うの。寒くないよ。だって見て。30度。ジェット。ジェットわかる？ 30 度の爆風ってこと。プラスこたつ。今室温24度いい感じです。違う、30度で炊いてても室温24度なんだよこれ。私ね、外国に住みたいって気持ちは本当に一切ないんだけど、セントラルヒーリングってやつだけちょっと羨ましいですね。なんかずっと暖かいんでしょ、全部が。カリフォルニア、そう、家全部温める。
おじさん熱中症で死ぬ。いや、死なないよ。全部が程よくあったかいんだよ。その暑いわけじゃないと思う。それに憧れてる。ちょっと服フェス思い出さない？この前の服フェスの一般発売が明日から始まります。服フェスはいろんなサプライズが起きますよ。例えば前回のこんなサプライズ。
マジであの福フェスでビビアンさん来た時本当に盛り上がった。セブンプレゼント10個ありがとう。いやもうみんなうわーってなってたよね。すごかったなあれ。本当1月6日にも福フェスありますんで、あのぜひ来てください。明日から一般受付配します。ちょっとまだ覚える現実見えてないんですけど、ありふくも結構頑張ろうと思うし、コラボも頑張ろうと思ってます。はい、もう作る T シャツがないです。田辺先生ラストアリフクです。次それだけ言っとくね。あとなんだろう。こんばんは。今ねショールームのランキング5位、ファンサ。ファンサ高根子好きにだ。でもなんか高根はなでしこになってない。モナ CV、 夏川椎名になってる。なんだこりゃ。好きになってもっと私を見てもっと。4位は世界中の誰よりきっと、ミポリのミポリ。3位がメリクリ。コンビニでお茶選んで当たり前に分け合って君の腕にくるまれている。ずっとずっとにいて大好きな君を見つめてない。で2位がかわいい泣けちゃダメですか。右から左右から左上下上下 ABAB みたいなやつで、1位がスパークラッドインプス。これいつも1位なんだけど、何この曲スパークル、わかんない。そんな可愛いだけじゃダメですかね、勝つぐらい有名なの。ずっと1位これすごい。全然ジャイスならまだわかるんだけど、スパークルってなんだろう。こんな感じです。ちょっとここにこのショールームランキングに STU 乗りたいっすね。
アイラブ豚まんって曲あんの NMB。 おもろそう。どんな曲だろう、調べよう。こんなのあった、最近の曲だよね絶対。アイラブ豚まん4年前。えポップ系なんだ。最近入ったんだろうねショールームに。最近ショールームに入ったっぽい。吉田あかりさんの卒業シングル。あ、そうなんだ。やばい、全然、48グループの曲を正直アップデートできてなさすぎて、やばいです。これ歌いたい、久しぶりに。歌っていい？この曲。HKT 好きな人いるかな？ウィークは3回。ライバルが多すぎるのが学校にファンばかり。校庭を歩くだけで窓辺に鈴なりの女子。廊下ですれ違ったらチャンスは逃がさない。一瞬の隙を見て試してみるわ。へへへ。ウィークは3回以外じゃ少なすぎる。4回は多いし3回ぐらいがちょうどいい告白。周りには気づかれないで意味がわかるはず。私も覚えてファーストメッセージ。過去の子を思うには他の
学校上司がいっぱいでサッカー部の練習終わりまで出待ちするファンミーティング順番たたまってたら何も始まらない。目と目があったとき祈ってみるわ。ゴロゴロゴロミゴロミの顔え、めっちゃ懐かしい歌歌おう。たった一度の人生で何度も気になれるのだろう。傷つけられても後には引けないこの恋この感情は絶対抑えきれない。周りの人が求めてる筋書きなんか無視して本当の気持ちを正面からぶつける。心折れる結末が待っていても、頬に涙美しいエピローグ。夢がいつかは終わるのなら砕け散ったって構わない。ためらわず何も
ないあの頃なら、あやふやな関係のまま愛は奪えるものだと信じ続けた。第三者は展開を勝手に予想するけど、愛する力は本人たちにしかわからない。これが辛い別れでも逃げはしない、たとえ孤独愛とはプライド。夢がいつかは叶うのなら、今はバラバラのかけらでいい。悲しみにじっと閉じよう、言い訳なんかしたくないよ、次のチャンスを待てばいいんだ。祈りとは勝つか負けるのか、シュートサイン。いつかは終わるのなら、砕け散ったって構わない、ためらわず何もしないで、自分自身を偽るより、いっそこの場で答え出そう。真実は愛が幻か、今日私が MC で言ったハイスクールデイズ、どんな曲か分かった？みんなハイスクールデイズあるのかな、なさそう。あーか、パセリとこの曲が好きっていうことで一致してるんです。なかなかねやらない曲なんだけど、あるかな、なさそう。あーないわ。ハイテンション、ハウカム、履物と傘の物語、ないね。ハイスクールデイズめっちゃいいのに入ってない。どんなだっけな。白い日を受けて校舎の窓がキラキラしてる。僕は手をかざして、なんだっけ、なんとかの後で君を探していた。プールの後掃除して、夏を待ちながら、今年こそは思い出を一つ作ろうと思う。やばい、音程がやばい。ハイスクールデイズ、カレンダーをめくれば近づく季節はいつも早足で、ハイスクールデイズ、どんな
たならたたまで伝えればいい。僕の微笑みハイスクールで今はもう一度だけ。たたたが歌いよハイスクールで今は冷たい水に汲めたこんたたた。未来歩き出そうハイスクールでみたいな、こんな感じ。青春系、私が好きな青春系の曲。青春系の曲がやっぱ好きなんだよな。でも恋愛っぽい曲よりも、なんか恋愛ですって感じの曲より、こうやっぱ、こう、青春っぽい曲そう、が好きですね。結局ね。なんか AKB の、こう、汗とキラキラ笑顔とみたいな、そういう青春の感じの曲が好き。そう。なんか、制服コスプレと水しぶきみたいな感じでめっちゃ好きなんですよ。伝わった？本当？こんばんは。これ歌ってみよう。なんかずっとカラオケしてない？いい？風はなぜに泣いているのか、誰か僕に教えて。
ら、こっからまだあるんです。これ終わったかない、このメロディー。これアウトロってこれさ、縛りそうじゃん、こんな感じ。もう一回あるんです、これ。ねえ、そして人は能力と思い知る、この後のズンジャン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 、いきなり手をつなぎ私を引っ張るようにのギャップもいいですよね。点滅し始めた、あ、口並べしてない、ごめんごめん、テロップ。シグナル無視して、あ、ユニットシャッフルね、ツアーでやったけどね、一回ね。何をあなたが考えてるかわからない、当たり前のように付き合わせるつもり、うん、誘い方が強引すぎてちょっと疲れてしまったわ、早く休ませて。入ってないのよこれ。もうこれとポニーテールも入ってないし、夏の好き、夏好きは入ってるけど、シュワーとポニーテールは入ってないんだべ。疲れんこん。金縛り聞きたい。無理、金縛り一回歌って事故ったから。今日も事故るかやってみようか。ちょっと、一回歌ったことあるんだけど、セリフ完璧だったけど、セリフ以外全く分かんなくて。あれから別に聞いてないから、対して。やばいと思うけど、一回歌ってみよう。ただセリフは完璧。幽体離脱した経験ありますか？幽体離脱、まるで自分の魂が体から抜けて出ていくような、そんな様子を客観的に眺めている感じ。あれって練習自体でできるようになるの知ってました？あれ、甘神甘神、昔の方がうまかったこれ。昨日見た夢、その面白さをどんなに一生懸命喋っても誰にも伝わらないように、もどかしさと妙に流してくるよね。必死な私が抜け出して、客観的に私を見てる、情けなくて笑えてくる。じゃあなんか応援してあげればいいのに、そばにいるだけで何もできないし、悲しがりとは全然違うよ。ここでずっと立ってるのに、私何も気づいてない。じゃあここにいる私はダメ。幽体離脱は別世界、どこかにも一つの地球があって、地球のような時間が重なってしまったのか。それを見てる3人目の私、
違うでしょ。なんで違うのよ。恋もどこか似ている気がする。こんなに一生懸命なのに気持ちと何かが合ってない。うちの動きがシンクロしないアニメ。それじゃあ楽しい抜け出しで何ができるかっていうと、実は超え出せないルール。その代わりふわふわ宙に浮かんだりして頭の上から世の捨てられる幻覚だって人は言うけれど、私は確かに経験してるし、実際自分の目で見るとこういうことだってあるんだな。狭すぎた今までの知識、幽体離脱なくの時代、好きな時いつでも抜け出せるよ。過去と現在と未来が交わがあった瞬間、どこにもいない私がいる。ふわりがめっちゃ難しいですよこれ。歌ってみてカラオケで今度。嫌なことってのはなくならないし、そう振り回されるだけだから。わかんない。縛りとは全然違うよ。寝てなんかいなくて起きてる。ここでずっと立ってるのに私何も気づいてない。じゃあここにいる私は誰。幽体離脱は別世界、どこかにも一つの地球があって、時空のような事故が重なってしまったのか。それを見てる3人目の私、仲良くやろう。あーちょっとこれ修行が足りてないっす。ちょっと充電がなくなってきたから最後に1曲歌おう。カラオケもう充電できなくてさ、ちゃんと歌えるやつにしよう。これにしよう。真夜中は僕だけの時間だ。もう誰も眠ってしまうがいい。本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。ああ夢の中なら自由に振る舞えるのに。友達と上手にやらなくちゃ、そうもっと楽しそうに生きなきゃ。そんな意識は捨てたい。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ声に出してみる。君が君が好きだ。星空をずっと眺めてると、そう眠るタイミングを失う。目を閉じるのがもったいなくて息ができない。きっと世の中にはたくさんの
見るべき罠が存在していて、僕はもっとそこに目を向けて息をしよう。ああ明日になればもう一度生まれたら忘れてしまっていいんだ。息の仕方変えよう。君に教えられた新しい世界よ。思っていたよりも人生は楽しい。君に気づかされた僕ではないこと、そう僕が勝手に背中向けてただけ。好きだ生きることは呼吸すること、急がないでゆっくりでいい。他の人と比べないで吸って吐いて自分のペースで。誰か好きになると知らぬ間に微笑む。思い浮かれるたび幸せな気持ちにきっと巡り合って、僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のまま声に出してみる。君が君が好きだ。ありがとうございます。ゆきおんぷペラありがとう。はじめだよ。ミラボいっぱいありがとう。ミラボ祭りありがとうございます。ちょっとエアコンガーって言っとるな。ジェットジェットこたつ消そう。こたつ消してジェットじゃなくて普通の自動にしよう。ありがとうございました。こたつ切ったよん。にゃん。よっ。え、もう40分。なんかな。よいしょ。なんかずっとカラオケしてた、もしかして。よいしょ。晩ご飯なんかお弁当あっちで食べたからもういいや。野菜ジュースで鉄分。
一食分の野菜使用。どういう基準なんだろう、一食分の野菜。本当にこれ飲んだら一食分の野菜のことになるのかな。鉄分補給ですね。そう、女性は鉄分が足りないがちらしいよ。1日分の鉄分が摂取できます。本当に？めっちゃすごくない？ウイダーインゼリーもさ、鉄分のやつグレープ味で紫だしさ、鉄分って紫のイメージなんかな？世の中で。うまこれ。人参、ぶどう、りんご、レモン、ブルーベリー、プルーン、アセロラ。あ、アセロラの味するな、結構。オレンジ、野菜。野菜、大根も入ってんの？大根、きゅうり、インゲン豆、ケール、レタス、ピーマン、アスパラガス、ブロッコリー、カボチャ、セロリ、アシタバ、小松菜、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉。だって。すごいね。大根とか入ってんだ。フルーティーな感じする。一瞬で飲んじゃった。うま。野菜、トマト、人参。もう。シスターズ。はい。イエイイエイ。今日の髪型も可愛い。本当？なんかこの髪型が好評だったから、そんな受け良かったんだろうと思ってやったら、けどもう飽きた髪伸びるまでの伸びるまでって感じプレゼントボックスありがとう。コスメ狙ってます。でも今日も言われたよ、特に女子に。でもさ、いつもと違うから可愛いみたいなとこあるじゃん。だからさ、あんなね、毎回これやったらもう見慣れるじゃん、みんな。だから、そう、あんなに、花垂れ公演限定にしてる、今んとこ。服フェスとかショーケースとかではやってないのよ。つくれんこん。耳がね、プレゼントボックスたくさんありがとう、送ったもん。みんな、メリー、何回もアイドルとしてメリーを過ごせて嬉しいですよ。何度目のメリーかって感じ。もうあのキングレコードさんが用意してくれる可愛いサンタ服も、もうね、7回着てます、8回着てますからねあのサンタ服可愛いよね。そう、みんなとメリー、もう
言うことはね決まってます。メリー、1年目のメリー覚えてるんですよ。暗闇を披露し、初披露した気がする。神戸のメリークリスマスの場所で。大変だったんだよ、1年目のクリスマス。この時ね、あのユミリンが AKB のなんかマユイさんの卒コンかなんか忘れたけど、なんかの仕事でアンクレットかなんかの期間でユミリンがあのリハーサルに多分一回も出れない、クリスマスのレッスンに一回も出てないけどクリスマスコンサートは出なきゃいけないから、当日東京から帰ってきて初めてこうクリスマスコンサートのに触れたのユミリンね。忙しすぎてずっとそのアンクレットのやつをやってたから、多分そう、本当にもう本当に尊敬して、だって歌もダンスもやったことないんだよユミリン、ましてや1年目だし AKB の方でもう全員先輩の中泣きそうになりながらいろんなやつを覚えてさ、急に選抜のやつを踊ってさ、でさ広島に1ヶ月ぐらい帰ってきてないままさ、クリスマスのコンサートのレッスンで1回、うちらは1ヶ月毎日です、クリスマスのレッスンしてってからあれだけど、ユミリンはもう1回もレッスンしないまましょうがないのよ。来て、当日来て、でもユミリンだから結構前の方のポジで踊るわけですよ。前に、こう、ちょっとカンニングもできない状態で。私は、本当に。で、それでね、怒られてたの。それはもうさ、一人はできないからそこ、そんな一年目だし、振り付けも、12月のカンガルーなんて踊ったことありませんって感じじゃん。そう、ST の曲は私も。で、なんか、大丈夫みたいな言われてる時もあったけど、ここまで涙出てるけど、そう、大丈夫ですって言って強く立って、ステージではお客さんの前ではもう笑顔振りまいてしっかり喋ってコメント残してってするじゃないですか。もう私は本当にこの人すごいなって思ってました。なんとかもうで立ってるのがなんとかやっとだと思うんですけど、そんな緊張状態の中まだコンサート慣れもしてないだろうし、マジですげえなって思った。ただめちゃめちゃ怒られてたからそれもかわいそうだったけど、周りのメンバーはね、もうしょうがないやそんなっていうそう、しょうがないやそんな、うちらが怒るよって逆にマジですごいよ本当に。なんかそんなクリスマスコンサートだったな、暗闇の初披露はって覚えてますね。神戸でした、神戸で1曲目がクリスマスがいっぱいだったね。青いサンタかぶってケープかぶってクリス青やトゥルトゥトゥトゥルトゥトゥ光の影を季節のホログラムから始まった気がするで私はほのたんとみなみとパジャマドライブを踊った気がする、ユニットで懐かしい、そんな思い出もある。俺たち強くなった。普通の子ならね、そんな状況は耐えられなくてこう逃走すると思うんだけど、やっぱ逃走せずにしっかりやりきるって、ファンの前ではそんな涙は見せないっていうのがもうかっこいい、覚悟があってかっこよかったっすね。にゃん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 、
にゃんすけごろみ。今日も頑張ったね。なんか私今日バスの行き先が分かんなくて、なんかそのバスの行き先分かんないっていうか、なんだろうな、こうなんか素人感出しちゃったのよ、バス停のとこで。これってここ行くんかなって口に出して言ってしまっとって、そしたら隣にいた人に教えてくれたんですよ。これ、あ、ここで、ここに行きたいんだったら、ここで降りたらいいですよ、みたいな、言われたんですよ。で、私それ聞いて、あ、優しい世界だと思って、で、私もそこで降りるんでって言われたから、あ、この人が降りるとき乗りようと思って、そう、降りたんですけど、私まさかのスイカチャージしてなくて、そこで引っかかって、で、スイカのチャージって若干時間にラグあるから、1分ぐらいバスの目の前で、前で止まって、あーってやってたんですよ。そしたら、それをね、その人ね、バスの下で見ててくれててね、それ私が1分ぐらいスイカ格闘してる中で、待ってくれてて、降りたら、次こっち行ってこっち行ったらいけますからねって言って教えて、じゃって言って去って行ったの。で、私それもうかっこよすぎて、何このお姉さんと思って、私、本当に、これもう反省してるんだけど、今日ね、その親戚の集まりだったから朝、めっちゃ饅頭もらったのよ。だからポケットに饅頭3つぐらい入ってたから、あ、これ饅頭あげようと思って自分のコートのポケットに入れてる饅頭を、はいってこれって言ってあげたので、そのお姉さんも受け取るしかないけど、普通に考えたら人このポケットから出てきた饅頭とか絶対食べたくないじゃん、怖いじゃん。マジで反省した。私なんかお返ししなきゃと思って饅頭あげちゃったけどさ、なんか、これ逆の立場やったらちょっと気持ち悪いかもと思って、本当に捨ててくださいって思った。恥ずかしかったな、なんか、その人がどうなったか知らないけど、なんか饅頭あげちゃったことに反省してる。怖いよね、人のコートのポケットから出てきた饅頭。で、ちょっと包まれてる横放送で。けど、いや、なんかしなきゃなと思ったのよね。いや、ちょっと嫌だったと思う。ガルボとかならいいけど、饅頭だよ。饅頭。いやー、微妙だよね。私だったらちょっと嫌なんだよな。なんか、ポケットから出てきたよ、みたいな。絶妙だなって思ったっていう話です。はい。ランキング読みます。13位から勇気、しせらふくちゃんと当たりたいですが、誰とも当たらないです。なかなか会いに行けないですが、応援してます。ゴールデンベッドタイムにちょっとなんとか誰かと、私と当たってほしいけど、とりあえず誰かと当たってほしい。9時から10時に絶対今月中に当たってほしい。対戦しましょう。ありがとう目黒の工事、ありがとう福鉄48、しせらみんなで頑張る。待って、今日も59分45秒に押します。ありがとう、頑張ります。朝から起きまー、いつもありがとう。こちらこそありがとう。 G35 へへ、ゆみりん推し、ありがとう。馬之助、ありがとう。九州のぶ、雨はよほけそぎに雪へと変わるだろう、ありがとう。これなんかピラメキーノで聞いてた。クルタン、ありがとう。山猫坊主、ありがとう。はじめだよ、ありがとう。ミケちゃん、ありがとう。埼玉ノイタン、ありがとう。セブン、ありがとう。たくさん皆さん、クリスマスギフト、いや、星や、ペンライトなど、ギリ、キラキラのものいっぱいありがとうございます。私が福田はって言ったらストウチって言ってください。ありますと、福田はストウチ。サンドの飯はどんな決まり、
香川県出身のくちゃんこと福永でした。つかれんこやすいみんじみでーす。59分45秒に七並べ押そうと。みんな七並べもたくさんありがとね。福田推しと当たる確率が高くてもほんとみんなもうね、ランキング100位以内の人もちろんだし、100位に入ってない人もいっぱいいろんな人がやってくれてるんだなって思ってすごいね、愛を感じてます。みんなありがとうございます。本当に嬉しいです。感謝。はい、明日の朝10時から福フェスのチケット受付また始まるんでぜひ来てください。ショーケースライブも1月7日にショーケースライブ池袋、東京池袋公演に出演させていただきます。1公演しかないので多分チケットもすぐ売り切れると思うので早めに申し込みをお願いします。はい、いっぱいライブさせていただけてすごいありがたいです。ありがとね。あとファンクラブで動画も更新しました。私が5分間ただラーメンを食べ続けるだけの動画を更新したのでよかったらファンクラブ入って一緒にラーメン食べてください。 見たら面白いかもしれない。はい、よろしくお願いします。いつもありがとう。もうすぐ押さなきゃ。5、4、3、2。またね、お疲れんこ、おやすみみんゼミです。ありがとうございました。風邪ひかないようにね。保湿して寝てね。ありがとう。おやすみ。